国会は安倍首相主催の桜を見る会の話題で妙に盛り上がってますけども、これ一体何なんですかね。桜を見る会自体は首相の主催する毎年やってる公式の行事で、新宿御苑にね1万8000人ぐらい集めたというんだけども、別にそこに、たくさん集めたことは事実だけども、別にそれに違法性はないし、で、予算がね5500万ちょっと高いなってぐらいの話で、別にそれ自体にその汚職だとかね、なんかそういう問題はないわけですよね。ところがそこに安倍首相の後援会の関係者がかなり招かれていたということを共産党が問題にして、で他の野党がこうそれに飛びついてですね、で今週ずっとその話ばっかりしてるわけだけど、はっきり言ってね、そのこんなもん国会で議論する話じゃないわけですよ。別にその桜を見る会自体はその違法性ないわけだから、そこに安倍さんの身内が多少来たとしたって、それは首相の裁量の範囲内ですよね。でも安倍さんは来年度は辞めるというふうに言ったわけだから、再来年はどうか知りませんけど、はっきり言ってこんなもんやっても辞めても大したことないし、こんなごちゃごちゃケチがついたんだったら辞めてもいい程度の話ですよ。それよりもね、こんなことを国会でその1週間ぐらい大騒ぎするっていうのが僕には分からないわけですよ。で、昨日今日出てきた話は安倍さんの後援会がね、そのバスを連れてきて、前夜にホテルで1人5000円で離職パーティーやったと。でこの離職パーティー1人5000円は安いとかねくだらない話が出てるわけだけど、それは後援会の事務所の問題でしょ。で後援会っていうのは普段から会費取ってるわけだから、そのツアーの会費と後援会の会費と合わせていくらだったかっていうのは後援会の会計見てみないと分かんないし、そういうのは政治資金報告書にも出るはずなんですよね。これまでも出てるはずなんですよ。で、そこでね、多少こう後援会がなんていうかな、その支援者にお金を出すようなことがあったとすれば、それは後援会の会計上の問題になる可能性はありますよ。しかしそれは桜を見る会という行事の問題ではないわけですよね。いずれにしてもこんなことを国会で騒ぐのはもう時間の無駄だしね、それこそ国会はもう1日3億円とか言われてるわけだから、もっと時間を大事に使ってほしいわけですよ。でね、こういうことを野党が騒ぐもう根本原因というのは、基本的に野党が政策を議論する力がないわけですよね。例えば今の国会でいうと、その FTA っていうのが本来は今日委員会で可決される予定だったんだけど、揉めて、この桜を見る会で揉めて来週に伸びたりしてるんで、皆さん FTA なんて知らないでしょ。日中貿易協定って非常に大きな協定が今週衆議院の外務委員会でですね、可決される予定、採決審議される予定だったのが、それが全部吹っ飛んでるわけですよ。こういうことやってていいんですかね。はっきり言ってね、野党ってどうせそんなもんだと思ってるけど、野党もね、そうやってそういう FTA なんて難しい話じゃなくて、このなんか桜を見る会の5000円が高いとか安いとかね、そういうことの方がテレビ見てる人には受けるんだろうけど、そんなことばっかりやってて野党に政権任せようっていう気になる人はいないと思いますよ。もうちょっとその野党がね、政策を論じる党になってほしいと思います。